国内女子ゴルフツアー大王精ンエリエールレディース第1日18日愛媛エリエール GC 松山6545ヤードパー71米ツアー最終予選会9シリーズ出場前の国内最終戦となる渋野ひな子23サントリーは前半9ホールを終え 2バーディー、1ボギーの通算1アンダーで、後半に突入した。古江彩香、かつ南と同組で、インからのスタート。14番パー4は、第2打をグリーン右バンカーに入れ、3メートルのパーパットを外してボギー。16番パー3は、第2打をピン奥60センチにつけて、初バーディー。 17番パー5はピン右8メートルと2ンに成功。イーグルトライは少し残したが連続バーディーを決めて通算1アンダーとした。ゴルフ、渋野ひな子の誕生日、お祝い投稿ファンからコメント殺到。強い渋子が大好き。日本人アツリートの活躍で注目が高まるスポーツ界。ヒントポット。 スポーツ SNS 調査隊では SNS で反響を集めた話題からこの機会に知ってほしい選手やちょっとほっこりするネタなどをお届けします。今回は女子ゴルフの渋野ひな子選手サントリーについて15日に23歳の誕生日を迎えた渋野ひな子選手をお祝いした SNS 投稿が注目を集めています。ベストフレンドの S ランクン選手は2枚のプライベートショットを公開。ゴルフの強さはもちろん弾ける笑顔が人気の渋子こと渋野ひな子選手。15日に迎えた23歳の誕生日を祝して日本女子プロゴルフ協会。 JLPAG は真っ白なキャップとシャツに身を包んだ渋のひなこ選手の写真を SNS に投稿しました。10月の富士通レディース2021千葉東急セブンンハドレッド c で撮影された満面の笑みが印象的な一枚です。また渋のひなこ選手をベストフレンドと明かしたことのある タイ出身の21歳 S ランクン選手も自身のインスタグラムで誕生日を祝福渋野ひな子選手とのツーショット写真2枚を公開しています。1枚目では渋野ひな子選手がカメラを持つランクン選手の後ろに立ち2人で真っ白な歯を見せて無邪気な笑顔を浮かべています。そして二枚目は コース上で撮影したと見られるショット。渋野ひな子選手は赤のシャツにグレーのロングパンツ。ランクン選手はネイビーのシャツにピンクのミニスカート姿でユーモラスなポーズをとっています。これらの投稿は話題になり、ファンからもコメントが殺到。渋子と S ランクンちゃんとも互いに仲良しさんですよね。 誕生日おめでとうございます。強い渋子が大好き頑張って。お誕生日おめでとうひなこちゃんのおかげで、毎週末楽しくてあなたの笑顔を見たくて応援し続けます。いつも元気をありがとうなど、祝福や応援の声が溢れました。渋野ひなこ選手は18日開幕の大洋製紙エリエールレディスオープン。 愛媛リえエール GC 松山に出場予定。23歳初部位に期待がかかります。稲見萌音はイーブンパー42位。古江彩香は2アンダー8位で後半へ。午前8時20分スタートの稲見萌音の組、8時30分スタートの古江彩香の組が、 共に10番から出て前半9ホールを終えた前日17日のプロアマ戦を腰痛のため欠場した初の賞金女王に王手をかける稲見は2バーディー2ボギーのイーブンパーで首位と4打差の42位となっている賞金ランク2位の 古江は3バーディー、1ボギーで2アンダーの8位につけている。共に稲見と同じ組で回る原エリカ、吉田優里らが4アンダーでトップに立っている。古江と同組の勝みなみが1打差の3アンダー4位。今季国内最終戦となる渋野ひな子は 震え、勝ちと回り、1アンダーの21位となっている。稲見の女王が、今週決定する条件稲見が優勝し、賞金1800万円を加算した場合、約1697万円差で追う。震えが5位タイ、単独6位以下などで、次週の最終戦 JLPAG ツアー選手権。 理工配を待たずに稲見の賞金女王が決まる。